はい、皆さんこんにちは。土曜日の11時になりました。ヒートのお昼前の時間です。パーソナリティの宜野湾市市会議員をしてます小川仁志です。今日もね、11時26分までよろしくお付き合いの方お願いします。そして今日もね、FM 宜野湾のね山内さんにお手伝いお願いします。山内さん今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますね。土曜日、ヒートの振る舞いの時間になりました。皆さん土曜日ねいかがお過ごしでしょうか。この間もねちょっと浦添市長選挙のお話を番組の中でさせていただきました。もう皆さんねすでにご承知の通り、2月の12日に、投開票されました、浦添市の市長選挙は、松本哲司市長が2期目のね当選を果たしました。どうもおめでとうございます。得票がね3万733票、相手の方が2万2043票ということで、8690票の大差をつけての当選ということでしたので、まあ、これからねまた松本哲司市長2期目に向けてね、頑張ってほしいと思います。本当におめでとうございます。そして同時に浦添の方では市会議員選挙も行いまして、定数が27名のところにね36名の方が立候補されまして、そして同時選挙で27名の当選が決まりました。本当に当選された皆さんおめでとうございます。そしてね新人の方も結構というかたくさん出てましてね、27名当選された中で新人の方がね9名当選されました。全体の3分の1を新人の方が占めるということで、まあ、議会のねそういった、まあ、新しい風も吹きながら、また市民の皆さんの、ね、声を丁寧に、ね、聞いて自然に反映をしてもらいたいなと思ってます。本当にね当選された皆さんおめでとうございます。そして、お疲れ様でした、ね、今頃ねいろいろな片付けとか、まあ、お礼の方の挨拶回りとかもしてるかと思いますけどね、またこれから議会もあると思いますので、また議会に向けても、ね、頑張ってほしいと思います。まあ、我々の宜野湾市議会においても実は昨日議会運営委員会というのがありまして、議会の中でどういったことを、ねやっていくのかということの、まあ、各会派の方からいろんな方が出てきて、そこで協議をするのが議会運営委員会で、議会の方はそのいつから始めるいわゆる招集する権利というのは市長が持ってましてね、まあ、佐喜真市長の方が、2月の24日から議会を開会したいということの申し出がありまして、でじゃあいつまでやるのということを決めるのはこれまた議会の権能になってましてね、で議会の方で、議会運営会で決めましたら3月の28日、2月の24日開会しまして、まあ、3月の28日まで、宜野湾市議会、開会をさせていただきます。まあ、途中、補正予算の方は、中間決裁といって中間で、ね、評決をさせていただいて、また、平成29年度の新年度についての、一般会計や特別会計予算というのは、最後まで、ね評決、3月の28日に評決を迎えるということになりますけど、まあ、本当に、ね、予算規模を、ね、年々、増額していって、ね、いろんな、事業あるいは市民の、福祉向上に向けてのサービスを、ね、提供できればなと思っています。まあ、浦添市長選挙そして、宜野湾市議会の予定もご案内しましたが、新聞の報道を見ますとね、市長の当選再選の記事もあるんですけどね、まあ、この見出しの中に、ね、オール沖縄大きな頂いたとか、そのオール沖縄という表記が、ね、よく出てくるんですけど、これも本当もう疑問に思ってて、というかもう実際オール沖縄というのはもう存在しないと言ってもいいんじゃないかなと思います。というのは沖縄県にはね、南は石垣から、北は名護までの11の市があるんですけど、今回松本市長を応援したのはね、8つの市の方が応援していまして、ですから11のうちね、そのオール沖縄と言われている市長さんは那覇と名護市だけなんです。だからもうそういったものというのはもうほとんどないので、もうこういったオール沖縄という表記も、ね、そろそろマスコミの方ももうやめてもらったらいいかなと思います。逆にじゃあ女川知事グループとかいう表現でもいいんじゃないかなってね思います。そうしないとね、なんか新聞を見る人が誤解を与えてしまいそうなこともあるので、まあ、そういったもう表記もねそろそろ考えてくる時期じゃないのかなって思ってますね。それではね、まあ、このいろんな人との出会いもありまして、実はその、浦添市長選挙、
そして市会議員選挙の応援に行かせていただいたんですけど、そこの、ね、ある事務所の方で、ある方と、まあ、お知り合いになりまして、それがですね、なんとあのヒフスエレメンスさんのね、あのお二人のうちのお一人のね、お母さんと、まあ、たまたまそこで知り合いになって、でいろんなあの息子は実はこう歌ってるんですよとかね、あのしっかりやっぱりね、お母さんの愛情の深さを知りましたね。やっぱりね、あの大人になっても実際活動しててもね、やっぱり親はね、いつも息子のことを気にしてるんだなと思ってね、話をしましたので、あ、じゃあ今度僕自分の番組でその曲かけさせてもらいますよって話を約束しましたので、今日は1曲目にこの沖縄地元のね出身のグループヒフスエレメンスさんのメッセージをどうぞ皆さん聞いてください。
はい、それではヒートの昼前ね、続けてまいります。メッセージがね届いてますので、ちょっと紹介させてください。ドゥドゥさんからいただいてます。いつもありがとうございます。はい、さあこんにちは、ゴエさん、山内さん、今日もよろしくです。こちらこそよろしくお願いします。そしてね、ハタポンさんからもいただいてます。オール沖縄と名乗られると、それに異論を唱えるものは、まあ、反沖縄のような印象になりますねって言ってます。そうなんですよね。そういったあの印象操作もねされてるんじゃないかなっていうのでね、さっきあのもうオール沖縄っていう表記はね、マスコミの皆さんもうやめましょうっていう話をさせてもらいました。まあ、あのルドさんの方からは、オール沖縄は選挙で負け続けているのであまり関係がないようにも思いますという、まあ、ご意見もあります。またあの同じく、ルドルフ2006さんからは、オムライスは美味しかったですかと言いましたので、この間のフェイスブックで、ね、紹介させていただいたあの三角食堂のオムライス、うん、あのとても美味しかったですよ。はい、ぜひ、ね、時間があったらまた食べに行ってもらったらと思います。まあ、そういうことで、ね、今日は、ね、あの実はあの電話の方で、ね、ゲストの方に出演をお願いしてますので、ちょっとね、電話出演ゲストの方をお呼びしたいと思います。ガナハマサコさん、こんにちは。はい、こんにちは、ごやきとしじん、こんにちは。あ、こんにちは。ね、今日お忙しい中ね、またあの電話の方でラジオ出演していただいてどうもありがとうございます。あ、こちらこそありがとうございます実はね、今日ね、沖縄の真実緊急講演会、東京マックステレビニュース女子の真実ということで、今日はあの講演会があるそうですね。あ、はい、そうなんです。この講演会について少しお話をしていただけますか。あ、はい、ありがとうございます。タイトルご紹介いただきましたが、沖縄の真実緊急講演会東京 MX テレビニュース女子の真実ということで、4名が登壇して講演会をさせていただきます。はい、内容としましては、うん、今あの東京で民放で流れているニュース女子という番組があるんですが、その中でこれまで、まあ、一般のメディアや、まあ、民放が流してこなかった沖縄の、まあ、基地反対活動の実態というのを、まあ、ズバリ放送しまして、うん、はい、で、まあ、それに対してあのデマであるとか人権侵害であるというふうな、うん、講義が挙げられてまして、それは違いますということで、うん、まあ、インタビュー出演をした3名も含めてですね、うん、今日その真実をお話しさせていただく、内容になっております。なるほど。この番組はあの沖縄では放送されているんですか。この番組テレビでは流れていないんですが、うんうん、インターネットでは公開されているもので、うん、どなたでもご覧いただけるものになっております。あ、なるほどね、ネットの方でね。はい、あの何かあの断片的に、ね、新聞の方がちょっと伝えていて、あの詳しい内容とか、ね、はい、あのよく分からない方も多いと思うんですけど、じゃそういったものの、真実を今日はそこの中でお話をしていただけるということですね。はい、そうなんです。うん、まあ、もしよろしければ一つだけ挙げさせていただきたいんですが、中でもですね、一番私がこの抗議の声を上げようと思ったのがですね、うん、はい、あのこれに対して人権侵害である沖縄ヘイトであるというふうに BPO に番組を訴えた方が、うん、なんと日本人でもなく日頃沖縄に琉球独立をするべきだというふうな沖縄を煽っている在日三世の朝鮮人の方、韓国籍の方なんですよ。うん、で、まあ、要するに沖縄の国防のことに対して外国人が政治活動で国防に関係するものはやってはいけないと法律で決まっているにもかかわらず、うん、このようなことをするのは沖縄県民として危ないというふうな危機感を持ってまして、で何もですね、この在日はいけないっていうふうな趣旨では全くありません。むしろ日本と韓国の正しい相互理解を邪魔しているような方なんですよね、こういうふうにお互いの間を乱すとですね。うん、だからその全体のためにもこういうこの沖縄ヘイトっていう風に勝手にこう物事をすり替えて琉球独立を煽るような方にはそれは違いますと県民が声をぜひ上げたいという風な気持ちです。うん、あの琉球独立ってね、あの時々聞いたりしてたんですが、はい、まあ、僕なんかそれね、はい、あのそんなっていう、まあ、まあ夢の話かなってぐらいしか思ってなかったんだけど、実はその、まあ、後ろの方には、そういった外国の方がいるっていうのはね、ちょっとショッキングな今話でしたね。そうですね、まあ、この方の団体が発行したチラシでですね、うん、
交通費5万円を支給しますから、うん、活動どうぞ行ってくださいっていう風な内容もチラシで実際やってまして、それはもうびっくりショッキングですよ。ショッキングですね。これはやっぱりそこのね現場に行かなきゃ分かんないことですよね。はい、そうですね、それもまあね、ここに宜野湾とかね、あのいる住んでると、その新聞なんかっていうのはそういったあの報道は、まあ、私が見てる限りは全く見たことないですけど、どうですかね。そうですね、こういったのはなかなか流れなくてですね、うん、でやっぱり今回公に東京の民放で流れたということで、うん、やはりまずいと思ったのか、うん、この番組が捏造であるっていうふうなことを言ってきていると。そうすると、その事実を伝えた番組に対して、その番組自体が捏造だということにな、はい、を訴えているわけですか。そうなんです、はい。でまあ、BPO の対応はですね、うん、もう明らかになっておりまして、うん、まあ、一応は審議すると、うん、ただこの審議というのは実はですね、消極的な意味がありまして、うん、本当に番組に問題があれば審議をするそうなんですよ、うん。でこの審理というのは勧告を出してみたり、番組を、うん、まあ、こうしなさい、ああしなさいと具体的に指導を入れるようなものなんですが、うん、はいはい、それをあえてせずに審議、話し合いだけをする審議という形を取っているので、うん、要するにとりあえず訴えが来ているので取り扱いはしましょうと、うん、ただし、まあ、内容のこの BPO の一番トップの方も問題がない番組だと、うん、思うっていう風に回答されてますので、うんうん、まあ、そのある意味私たちの主張がもう BPO も認めているようなものではあるんですが、うん、ただ沖縄の新聞ではそういったことも含め真実を流さないので、うん、こういう問題が起きてますというアピールもしなければいけないという面もありまして、うん、なるほどね。これって本当そうですよね、はい、あのこのタイトルでね、はい、真実っていうところが僕とても好きなこの言葉でね、あの真実は一つしかないと思うので、はい、そのことをね、はい、しっかりとね、ガナー雅子さんがね、あのいつも頑張って伝えているので、すごくあの頼もしくも思うし、また尊敬してますんでね、あの今日のね、いやいや、あのこの緊急講演会のね、日時と場所の方も紹介していただけますか。はい、 ありがとうございます、はい、今日2月18日土曜日、会場が6時15分、開演が6時30分となっております。うん、場所は、宜野湾コンベンションセンター斜め向かいにあります、カルチャーリゾートフェストーネ、です。入場料が500円となっております。あ、相談される方のお名前も、うん、あ、どうぞどうぞ、うん、お願いします。インタビューを受けた、カナーファーム代表、与田圭司さん、うん、そして、キャスター、ボギーテロコンさん、うん、そして、私ガナハマサコ、そして、うん、元衆議院議員の日本の心、という党がありまして、うん、その杉田美代先生が、いらっしゃいます。うん、あ、嫁の方がその登壇されて、その現場ではこういうことがあって、はい、これが本当の真実なんですよっていうようなお話をしていただけるということですね。はい、そうです。あ、わかりました。ね、本日の、午後6時15分開場、そして6時半開演で、場所は、カルチャーリゾートフェストーネコンベンションセンターの、ま、ちょうど、ね、向かいにありますよね。はい、わかりました。ね、このラジオを聞いている皆さん、そしてまたいろんな横断幕とかね、あのご案内も言っていると思いますので、もうぜひともね、その沖縄でどういうことが行われてて、で真実はどういうことなんだということをね、ぜひね皆さん、参加していただいて聞いてもらいたいと思いますね。はい、ありがとうございます。もう宜野湾でこういうふうにラジオでも宣伝していただけるなんてめったにない機会で、本当にいえいえありがとうございます。とんでもございません。本当ね、今日いろいろまたね、準備とかいろいろお忙しい時間帯だと思うんですけど、本当どうもガナハマサコさん、ありがとうございます。あ、こちらこそ本当にありがとうございます。そしてね、皆さんどうぞ今日このカルチャーリゾートフェストーネにね、お集まってね、そういうお話をぜひ皆さん聞いてください。今日はどうもガナハマサコさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、どうも失礼します。失礼いたします。はい、ということでね、今日電話の方でね、出演ゲスト出演をしていただきました、ガナハマサコさんの方のね、沖縄の真実緊急講演会、東京 MX テレビニュース女子の真実ということで、本日ね、午後6時15分開場、そして開演が6時半、
場所は、カルチャーリゾートフェストーネスコンベンションセンターの、ね、向かいの方にいます。入場料は500円ということですので、ね、ぜひ、ね、皆さん参加していただきたいなと思ってます。もちろん私の方も、ね、参加させてしっかりとまた勉強させていただきたいなと思ってます。どうもありがとうございました。で今日、ね、いっぱい、ね、コメントの方もいただいてましてね、本当皆さんどうもありがとうございます。今のね金浜益子さんとの会話についてもね、いろいろメッセージも来てましてね、ルゾロフさんの方からね、日当5万だと月収150万になりました。あ、もう計算早いですね。月収150万だったらすごいですね。これは税金かからないのかなと思ってね、いやちょっとすごいなと思って、近ければぜひ参加して、聞きたいですねっていうような意見もいただいてます。本当にね皆さんコメントいただきましてどうもありがとうございます。そしてね、いいですか、はい、すいません、今メールも来ております、はいはい、チャゲアスのプライドリクエストです、うん、頑張ってくださいね、いつまでも応援してますとのことです。はい、ありがとうございます、はい、ね、アスカさんのね、この間その福岡地元でのね、まあ、その復活ライブのもありましたけどね、まあ、それに対してももちろん賛否早いとか遅いとかあるんだけど、まあ、それはいろんな意見があっていいと思うんだけど、このプライドっていう歌はね本当に、いい歌でね、これもね多くの皆さんに聞いてもらいたいなと思ってます。まあ、それとですね、実はこの2月の12日っていうのはその、まあ、浦添の選挙の日でもあったんですけど、私も所属してます NPO 普天間門前町づくり規制会の方では定例 のクリーン活動を行いまして、でこれはまあゴミ拾いなんですけどね、当日は我々のメンバーの他に、もうすぐお隣にあります、在沖米国海軍病院の、方やあるいは海兵隊の方合わせてね70名以上もう参加してもらってね、それで普天間地域アラグスクまでずっとゴミ拾いを1時間以上朝させてもらって、で大量のゴミをね回収をして、またこの普天間地域の街がね綺麗になったかなと思っています。まあ、こういった活動をね、ぜひまた新聞でも取り上げてもらえないので、まあ、ネットとかでやってはいるんですけど、まあ、去年ね9月にもう7年ぐらい続けてて、この海軍病院も、まあ、毎回のように参加してもらってるんでね、感謝状をね贈呈させていただきましたら、ちょうど新報さんとタイムズさんがね密着取材みたいな感じでずっとこの掃除の期間中取材写真撮ってくれたんですけど、琉球新報さんの方はねちゃんと掲載してもらってました。まあ、もしちょっとまだ見たことがないのでどうなってるのかなっていうと思うんですけど、ね、まあ、そういうようにね本当に一緒にねクリーン活動をして街もきれいにしていこうということの活動もやっています。そしてまた明日は、沖縄マラソンのね日でございますので、今日のね報道にもありましたが交通規制が当日明日はありますので、十分その時間帯に関しては車の運転される方は気をつけられていただきたいなと思っております。まあ、そんな感じでね、あ、それともう一つね、実は今日なんですけど、今日のね午後2時から4時でね、宜野湾市民図書館の2階のカルチャーホールで、自閉症の特性と対応ということで、講師に砂川先生を交えてね、こういった講演会、自閉症の特性と対応の仕方ということでね、そういった講演会が、宜野湾市民図書館の2階のホールの方で、午後2時から4時の間ございますので、こちらの方もねどうぞ、足を運んでみていただいたらどうかなと思います。ちなみに、参加無料で、申し込み不要です。ただ会場のキャパがあるので先着60名ということになっております。まあ、今日のヒートの振る舞い、いろんなこともご紹介させていただきまして、そしてまた皆さん、コメントもね、そしてリクエストもいただきまして本当にどうもありがとうございます。あっという間にね今日もヒートの振る舞い、11時からスタートしてもういよいよエンディングなんですが、次回の放送は、3月4日土曜日になりますので、3月はまた卒業のシーズンを迎えますね。またそういった話をね次回はできたらいいかなと思ってます。ヒートの振る舞い聞いていただきました皆さん、そしてコメントをいただきました皆さん、本当にどうもありがとうございました。それでは次回3月4日にお会いしましょう。バイバーイ。